愛してまない天の父母様、親しき天地人まことの御父母様、心から感謝申し上げます。9月4日、本当に親しいまことのお父様の天中聖は8周年を超えまして、まことのお母様がどれほど精誠を込めてその一日に御言葉を語ってくださったことでしょうか。先民の使命とは何かということを明確にされながら、今一度私たちを奮い立たせて出発をさせてくださったその恩恵に心から感謝するものでございます。私たちが本当にすべて人類を誠の父母のもとに一家族にしていくために、本当に私たちが家族となっていきながら、絆を結んでいきながら、一つとなっていく、そのべく、まず私たち自身が心情と愛と人格における成長なし、また一つの基題を組んで進めていく、この学びの場を与えてくださったことに心から感謝する次第でございます。どうぞ今日この学びの時間、最初から最後まであなたの守りと導きの中にありまして、今ひとたび私たちをあなたの恩恵によって成長せしめてくださり、お母様の願いに応える私たちとならしめてくださることを懇切にお願い申し上げながら、ただいまより始めていただくにあたりまして、祝福中心家庭父子谷治の名によって天の前にご報告を捧げ申し上げました。アージュ。아주 정말 은혜로운 기도 감사합니다. 네, 헌꼭 감사합니다. 네, 다음으로 출석 체크에 대한 안내인데요. 次に 아시다시피 出席 체크 についての 案内 です. 네, 아시다시피 채팅방에 들어가셔서 본인의 이름, 이름 그다음에 뭐 지구, 직책 전화번호와 이메일을 작성해 주시면 감사하겠습니다. ご存知の通りに、この下の部分にあるチャットの欄にご本人の名前と職責、電話番号等をご記入してくださればと思います。네, 출석 체크하시는 동안 오늘 모인 주요 참석자를 이제 소개하겠습니다. 出席 체크をしている 間に 今日 集まられた 方々の ご 紹介をしたいと 思います。 네, 먼저 현장에서 참석해주신 모든 신중중 메시아님들께 큰 박수로 이제 서로 환영하겠습니다. 먼저 현장から 참가されている 신시적 메시아의 方々の皆様に 大きな 박수 お願いします。 네, 정말 참석해 주셔서 감사합니다. 参加くださりありがとうございます。 네, 세예본부 쪽에서는 일단 길영환 교수님도 계십니다. 큰 박수로 환영의 박수 부탁드리겠습니다. 세예본부からは 길영환 교수가 참가されています。 환영의 박수 お願いいたします。 네, 그리고 오늘 통역 맡으신 미즈오 타니구치도 계십니다. 환영의 박수. 교수역을 담당하고 있는 타니구치 미즈오입니다. 요ろしくお願いいたします。 그리고 미국에 계신 우리 호스트도 엘리 이즈미도 계십니다. 큰 박수로 아메리카니마스 교 호스트 담당してくれています. 엘리 이즈미가います. 박수 お願いします. 네, 그리고 저는 세계본부 신종미 아카데미 사이버 리더스쿨 스마트 아미입니다. 정말 반갑습니다. 제가 세계본부의 신시적 메시 아카데미 사이버 리더스쿨의 코디네이터 스마트 아미と 申します. よろしくお願いいたします. 네, 감사합니다. 오늘 수업 순서에 대해서 잠깐 말씀드리자면, 현재와 오늘 授業について少しご紹介いたします. 먼저 길영환 교수님께서 15분 동안 이번 핵심 주제인 3위 기대 성공을 위한 토양 작업에 대해서 소개하신 다음에, 현장을 대표해서 두 명의 신중종 메시아가 그 핵심 주제와 관련된 발표를 하실 겁니다. 먼저 길영환 교수가 15분간 今回の革新主題である三位機内成功のための土壌作りということに対してご紹介された次に、今回は現場を代表して2名の方が証しをして体験談を発表してくださいます。 네, 각 발표가 끝나고 교수님께서 짧은 피드백을 주실 거고, 그 이후에는 이제 Q&A 시간을 가질 겁니다. それぞれの証が終わりましたら、教授から短いフィードバックをいただき、その後に 質疑応答の時間を持つようにしています。 Q&A 시간에는 자유롭게 물어보시면 되고, 이제 마지막에 짧은 공지를 하고 이제 마치도록 하겠습니다. 質疑応答の時間をご自由に質問していただいて構いません。そして最後に短い告知をして終えていきたいと思います。
네, 그러면 길리완 교수님을 모시고 3위 기대 성공을 위한 통역 작업에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수를 모시겠습니다. それではキリヨン班教授をお迎えし、3位期待成功のための土壌作りということでお話をいただきたいと思います。大きな拍手でお迎えください。 교수님 PPT 공유해 주세요. 소리가 들립니까? 네, 잘 들립니다. 소리가 들립니까? 네. 네, 잘 들립니다. 할마스카. 고맙습니다. 감사합니다. 9월 달은 참 우리에게 대단한 달입니다. 9월은本当に私たちにとって大変貴重な月になります. 참아버님 성화 이후로 우리가 아주 큰 세계적 대회를 가졌습니다. 誠のお父様の聖杯以降本当に大きな時を迎えました. 그리고 이제 10월 10일이 되면은 신종매를 성공한 사람들은 다 천봉원에 입적하게 될 겁니다. そして10月10日になれば新種族名称を完成した人たちは皆さん天望園に入籍されることになります. 네, 입적까지 바빴지만은 이제부터는 입적한 사람들이나 하지 못한 사람들이나 신종족 메시아 성공을 위해서 집중적으로 10월 이후에는 투입하는 시간이 될 것 같습니다. 今まで入籍のためにお忙しかったと思いますが、入籍したかった、した方もしなかった方もこれから本当に大切な時になると思います。 여러분 지금 참 어머님의 얼굴을 우리가 지금 보고 있습니다. 今私たちは誠のお母様のお顔を拝見しています。 지금은 우리들에게 무엇을 바라고 계실까요? 今私たち何を願われていらっしゃるでしょうか? 예, 축복받은 모든 사람들이 다 신종적 메시아로서 성공하시는 것을 바라고 계실 겁니다. 祝福を受けたすべての方々が新種族メシアとして成功されることを願っておられます. 지금까지 우리는 3위기대 만드는 것에 집중했습니다. 今まで私たちは3위기대を作ることに集中してきました. 이제는 3위기대가 만들어졌으면 하나가 되기 위한 작업이 필요합니다. これからは3위기대を作った後に一つになるための作業が必要です. 3위기대라는 것은 조직의 형태를 말하는 것입니다. 3위기대というのは組織の形態のことを言います. 그리고 또 홈그룹이라는 것은 이 3위기대를 3위일체를 작동케 하는 또 하나의 이름입니다. そしてこのホームグループというのはこの三位一体を作動させるための一つの名前です. 그렇기 때문에 우리는 강한 홈그룹을 만들기 위해서는 비전과 사명을 만들기 위한 공동 작업이 필요합니다. なので私たちは強いホームグループを作るために、ビジョンと使命を作るための共同作業が必要になってきます。 우리가 홈그룹 하기 전에 이런 비전 사명서를 마치 가정면접처럼 같이 외워야 됩니다. 私たちがこれを始める前に、ビジョン、使命宣言書などを覚えて、家庭面接のように使っていく作業をしなければなりません。 일반 사람들이 그냥 친구끼리 만나서 얘기하는 거는 그런 비전 사명서 외우고 이런 거 없죠. 日本の方たち、友達に会う時とか、こういう使命宣言書を覚えたりとか、そういう関係性ではないですよね。 그러나 하늘 부모님의 뜻을 이루기 위해서 우리가 이 홈그룹 할 때는 이 시작하기 전에 꼭 사명 선언서를 함께 봉독해야 됩니다. 대나부모様の前に私たちはこの宣言書を作っていかなければなりません。 그래서 오늘 우리는 그 사명 선언서를 만들기 위한 작업을 이 시간에 하겠습니다. なので私たちはこの使命宣言書を作るための作業をこの時間していこうと思います。 여러분들은 신종으로서 어떤 신념이 있습니까? 아, 교수님 PPT가 안 보입니까? 네, 안 보입니다. 어, 그렇습니까? 예, PPT가 지금 안 보인다고 그래서 공유를 다시 하겠습니다. 파워포인트 공유します. 예, 신종면에서 사명서를 지금 우리는 공부하는 것이 되겠습니다. 오늘 시간에는 신종족메시아として使命宣言書を作る作業を今日はしていきます. 예, 그래서 자 보입니까? 見えますか?
네. 그래서 우리는 이 신종료가 되기 위한 여러분들은 어떤 신념들을 갖고 계신가요? 여러분은 신시독메시아として、どのような信念をお持ちでしょうか? 사람들의 그 신념이 행동을 만듭니다. 人々の 신념은 행동을 作ります. 그리고 그 행동은 또 결과를 만들고 결과는 또 다시 신념을 강화시키는 거죠. その行動が結果となり、その結果は再度信念を強化させます。 우리는 이런 신념이 있어야 됩니다. 私たちには信念がなければなりません。 신념은 혼자 개인적인 신념보다도 공동 신념이 있어야 됩니다. 信念は一人の個人のものよりも共同の信念がなければなりません。 이것을 위해서 목회자나 대그룹에 있는 리더들은 매주 모임에서 홈그룹과 신념의 활동 보고회를 갖고 식구들에게 성공과 실패 내용을 공유하면서 공동적으로 신념을 형성해 줘야 됩니다. このために牧会者や大グループのリーダーたちは毎週集まりを持ってホームグループと新種族名詞や活動報告会の時間を持ってシックたちに成功と失敗内容を共有しながら共同の信念を形成してあげなければなりません。 예. 그리고 신종묘가 되는 중요한 성공 원칙이 있습니다. 新種族名詞になる重要な成功の原則があります。 이거는 홈그룹을 번식하는 것에 초점을 두는 것입니다. これはホームグループの繁殖に焦点を置いています。 그리고 리더들은 신종매들은 리더 스쿨을 만들어서 여러분 교육센터 같은 것입니다. 만들어 가지고 거기서 또 훈련을 시켜야 됩니다. そしてリーダーたちは教育センターのようなものを作り、そこで訓練をします。 그래서 모든 식구들이 다 리더가 될 수 있다고 하는 신념화가 되어져야 됩니다. なので、すべての食たちは全員がリーダーになることができるという信念化が必要です。 모든 식구들을 홈그룹과 리더 스쿨의 전문가로 만들어야 됩니다. 모든 멤버들을 홈그룹의 리더 스쿨의 전문가として立てなければなりません。 그래서 중그룹이나 대그룹의 지도자로 될 수 있도록 세워줘야 됩니다. そして、中グループ、大グループの指導者にできるように、指導者として立ててあげなければいけません。 그렇게 되려면 책임자 자신이 홈그룹을 성공해봐야 되고 그 경험이 있어야 됩니다. なので、この責任者自身がこのホームグループで成功しなければなりません。 그럼에도 불구하고 정성을 기반으로 해가지고 홈그룹 안에서 리더스쿨을 넘쳐 성령의 역사가 보여지고 나타나야 됩니다. そして聖書を基盤としてホームグループとリーダースクールに聖書の役事が現れなければなりません。 이런 것의 원칙에 초점을 두고 계속 식구들과 신념을 공유하는 과정이 꼭 필요합니다. このような原則に焦点を置いて持続的にシックたちと信念を共有する時間が家庭が必ず必要です。 이것이 신종매 성공을 위한 토양 작업이기도 합니다. これが新種族メシア成功のための土壌作りでもあります。 네. 그래서 우리는 3위기대를 형성했다면 이제는 그 비전과 사명을 글과 행동으로 만들어야 됩니다. なので、その三味機台を形成したら、次はそのビジョンと使命を文章にして体得するという作業が必要です。 이걸 위해서 대그룹 리더들은 신종매 성장위원회 만들어야 됩니다. このために大グループのリーダーは新種族メシア成長委員会というものを作らなければなりません。 네. 지금 신종매가 가장 중요한데 여러분 교회에서는 신종매에 대해서 어떤 행동을 하고 있습니까? 新種族メシアというものはとても大事なのに、皆さんの教会ではその新種族メシアに対してどのような活動をしているでしょうか。 그래서 홈그룹 만들어서 비전세미나, 그 다음에 출발식 이런 것들을 하면서 중그룹이나 대그룹 지도자들이 천보 가정교회가 될 수 있도록 해야 됩니다. なので、このホームグループを作り、ビジョンセミナー、出発式等を行い、中グループや大グループの指導者たちは、ホームグループ、店舗家庭教会となることができるようにしなければなりません。 모든 축복가정들의 꿈은 천보가정교회장이 되는 것이죠. 全てのシックたちの目標は店舗家庭教会長になることでしょう。 지금 많은 축복가정들은 그저 교회장이 시키는 대로만 하고 있지만은 앞으로는 우리가 가정교회장이 돼야 된다 이 말입니다. 今はこの教会長が言われたことを私たちは言われた通りにやっていますけれども、これから私たちが店舗家庭の家庭教会長とならなければなりません。 예, 이 비전이라고 하는 것은 미래의 청사진입니다. このビジョンというものは未来の青写真です。
목적을 향해 가는 것과 같은 지도와 같은 것이 비전입니다. 목적에 향해 가는 지도のような 모노, 지도와 같은 모노가 비전です. 이 비전이라는 것은요, 문자 그대로 보여야 돼야 돼요. 그거는 누구한테 보여지냐? 리더들에게 보여지는 것입니다. 이 비전이라는 것은 눈에 보이지 않으면 안 됩니다. 그것은 리더가 보여주어야 됩니다. 그러니까 어떤 교회의 비전은 어떻게 아느냐? 그 교회의 교회장에게서부터 그 비전이 보여져야 된다 이 말이에요. 교회의 비전이라는 것은 어떻게 보여질까? 그것은 교회장이 그 비전을 見ることが 교회장을 통해 그 비전을 볼ことが 되기なければなりません. 그렇다면은 신정매도 신정매에게서 리더십이 보여져야지 그것이 확산됩니다. 그래서 신시족 메시아から その 리더십이 見えれば その 신시족 메시아를 확산していくことが 되きます. 적어도 일본의 케이스 같은 경우는 적어도 교회장이라든가 그 다음에 부인부장이라든가 그 다음에 리전 리더와 같은 그런 리더십이 보여져야 됩니다. 日本の場合はこの教会長だとか婦人部長だとかこのビジョンのリーダーからそのビジョンが見えなければいけません。 예, 그래서 우리가 2020부터 2027까지의 비전은 독생녀 참 어머님과 함께 가는 비전입니다. 2020년から 2027년までの私たちのビジョンは独占女誠のお母様と共に歩むビジョンです。 이런 우리의 비전을 통해서 천보 섭리가 완성되는 거죠. このビジョンを通して店舗設立が完成します。 개인적으로는 신정매 완성의 비전이고 국가적으로는 신국가 완성의 비전입니다. 個人的には 신시족 메시아 완성의 비전であり 국가的には 신국가 완성의 비전です。 이것이 여러분들의 리더십으로 보여져야 됩니다. それがまさに皆さんのリーダーシップによって見えるようにならなければなりません。 예, 홈그룹 비전은 천보 가정교회의 비전이다. 홈그룹의 비전은 템포 가정교회의 비전이다. 다 같이 따라합시다. 홈그룹 비전은 천보 가정교회의 비전이다. 여러분 이때みましょう. 홈그룹의 비전은 템포 가정교회의 비전이다. 홈그룹의 비전은 템포 가정교회의 비전이다. 오케이. 다시 한번. 홈그룹 비전은 천보 가정교회의 비전이다. 홈그룹의 비전은 템포 가정교회의 비전이다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 천보 가정교회의 비전은 기원절의 비전으로부터 시작돼야 됩니다. 천보 가정교회의 비전은 기원절의 비전부터 시작되어야만なりません. 여러분, 기원절 비전이 뭡니까? 여러분, 기원절의 비전은 무엇입니까? 기원절 비전은 타락 전에 죄 없는 순결함, 하늘 부모님과 일심일체 일념 일화된 비전이 바로 이것이 기원절 비전입니다. 기원절의 비전というのは 타락前 罪 나기 純潔 天の父母様と 一心一体 1年 1話 となる 비전과 기원절의 비전です. 이건 하나님과 매일 매시간 매초 대화하면서 사는 삶이 이 비전이에요. 이거 신정례 비전입니다. これは神様と毎日毎時間毎秒対話をしながら生きる人生のビジョンです. これが新種族メシアのビジョンです. 기원절 비전은 간단하게 3대 축복 비전이 기원절 비전입니다. 기원절의 비전은 간단히 말하면 3대 축복의 비전입니다. 알다시피 일축복은 개성 완성을 위한 신자아가 되는 것입니다. 우선지の通り 1대 축복은 고세를 완성해 신자아가となることであり 이 축복은 이 신자아가 된 남자와 여자가 축복받고 신가정이 되는 것입니다. 난이 축복은 신자가 되었다. 남성과 여성이 축복을 얻게 신 가정이 되는ことです. 삼축복은 세상의 모든 만물들이나 있는 것들을 참 사랑으로 주관할 수 있는 주관성 있는 신정매가 되는 것입니다. 第三祝福は 세계의 모든 것을 마코토의 아이에 주관することのできる 주관성을 완성した 신시족 메시아となることです. 신자, 신가정, 신정매가 되는 거죠. 신지가 신가정, 신시족 메시아となるということです. 세계 지진이라든가 기상 이변이라든가 코로나 이것들이 왜 지금 나타나고 있습니까? 世界の大きな地震だとか災害とかコロナはなぜ出てきたのでしょうか? 깊게 생각해 보십시오. 깊게 考えてみてください. 인간만 타락했지 만물은 타락하지 않았어요.
堕落は人間だけしたのであって、万物は堕落していません。 인간이 신자가 되지 못하고 만물을 갖다가 자기 힘대로 자기 이익대로 추구하고 이런 식으로 하다 보니까 결국은 문제가 이렇게 벌어지는 거예요. 인간이 신자가 となることができずに自分勝手にそれを使ったので、このような問題が起こっているということです。 신자가 되고 신가정이 되고 신정부가 되는 것은 하늘 부모님이 온 인류에게 주신 축복이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 신지가 신가대 신시족 메시아となるということは天の父母様が私たち人類に下さった驚くべき偉大な祝福だということを知らなければなりません。 이 사명은 바로 우리의 행동이 되고 홈그룹이 성공해서 신정부가 되는 이 비전인 것입니다. このこのビジョンを成すために生きることが私たちの使命であり、この使命はビジョンを成就するという行動です。 그래서 우리는 이 살아서 천복 가정교회장들이 다들 되셔야 됩니다. なので私たちは生きていきながら店舗家庭教会長に皆さんなっていかなければなりません。 자, 그럼 홈그룹 가치는 뭔가요? ではホームグループの価値とは何でしょうか? 홈그룹 왜 해야 됩니까? なぜホームグループをしなければならないのでしょうか? 그거는 3대 주체 사상을 우리가 실현하기 위해서 홈그룹 합니다. それは三大主体思想の価値を私たちが実現するためであります。 3대 주체 사상은 참부모 사상, 참부모 사상은 아기를 낳아야 되죠. 부모가 되려면. 마코토노 후보 思想は、まず子供を産まなければなりません。 육신의 아기만 낳는 것이 아니고 가인 아기도 낳아야 됩니다. 믹신의 씨는 もちろんのこと 가인의 子供も 産まなければなりません。 그래야 참부모 가치가 실현됩니다. そうしてこそ、まことの父母の価値が実現されるのです。 그러면 참 스승이 되려면 어떻게 해야 됩니까? それでは誠の神になろうと思えばどのようにしなければならないでしょうか? 예, 이렇게 되면은 그 아이를 길러서 축복을 받게 해야죠. 잘 길러서 축복받게 해야 됩니다. 子供をよく育てて祝福を受けるようにしなければなりません。 이렇게 되면 그 사람은 신정매로서 참 주인이 되기 때문에 이것이 삼위기대가 이루어지는 홈그룹이다 하는 것입니다. このようになれば、その人は紳士族メッシャーとして誠の主人になる価値を実現できるので、これをなす場が三味機大のホームグループであり、店舗家庭教会だということになります。 세상에 천복 가정교회가 다 되면은요, 코로나 없어요. 천복 가정교회장이 다 되면 코로나 같은 이거 무서운 것들은 없어질 거예요. 皆さんが 店舗 가정교회의 교회장이なれば, 코로나のような 문제는 없기ません. 예, 여러분. 이렇게 우리가 생각하면서 홈그룹의 번식을 해야 됩니다. 皆さん、このように私たちが考えながらホームグループを繁殖していかなければなりません。 지금 우리가 얘기했던 3대 축복, 3위기대, 그 다음에 3대 주체사상이 이루어진 것 같고 우리가 333 전략을 말하고 있습니다. さっきお話ししましたが、三大祝福、三大主体思想、三味機大という話を持って私たちはこれを333戦略と言っています。 333 중에 비전이 있고 가치가 있고 그 다음에 사명이 있는 것입니다. 333の中に 비전이 있고 가치가 있고 사명이 있습니다. 세상의 모든 가정연합, 하늘 부모님 성회는 이것을 향해 집중해야 되는 겁니다. 이걸 향해 집중해야 돼요. 대노후보사마 세계는 정말 이것에 向かって 集中していかなければなりません。 333 전략을 위해서 우리는 뭘 하고 있습니까? 333 전략의 ために 私たちは何をしなければしているでしょうか? 이렇게 이거를 이루기 위해서 우리가 할 사명과 비전과 가치를 글로서 만들자 하는 것이 오늘 시간의 중심입니다. これをなすために私たちがその使命を文字で起こしながらそれを体得していくという使命宣言書を作るというのが今日の授業の内容になります。 다 같이 따라합시다. 사명서 만들자. 皆さん一緒に言ってみましょう。使命宣言書を作ろう。 사명서 만들자. 사명서 예. 그럼 사명서가 뭐냐? 사명서とは何でしょうか? 사명서는 개인이나 가정, 홈그룹의 존재 의미나 목적에 대한 것을 문서화한 것을 사명서라고 합니다. 사명서は個人や家庭、ホームグループの存在意味、目的に関することを文章化することを言います。 홈그룹의 헌법 같은 것입니다. 홈그룹의 대강, 憲法などと同じようなものです。 하늘 부모님 성회 사람들은 우리가 가정 맹세대로 살아야 되는 것이 바로 우리의 헌법이랑 마찬가지인 것입니다.
天の父母様、世界の皆さんが가정맹세の通りに生きなければならないようなものと同じです。가정맹세는하늘부모님성의헌법이지만은우리가가정과홈그룹에도이런사명서가있어야됩니다가정맹세는天の父母様、世界の定款憲法になりますが、各家庭とホームグループにもこのような使命宣言書がなければなりません。학자들이연계해보니까성공한사람들이보니까다자기의사명이나자기회사의사명을글로써서그걸완전히인식한사람들그런회사가성공하고사람들이성공한다는결론이나왔습니다학자たちが発表していますが成功している人々は自分たちの目標会社の目標とかを全部字で書いて持ち歩いてすべてこう覚えている人たちの方が成功の確率がとても高いという研究結果もあります일본의모든식구님들은자기의사명서나서홈그룹사명서를다갖고있기를바라서오늘이시간을갖는것입니다日本の皆さんが、皆さんこの使命宣言書を自分のものを持って持ち歩けるようにこの時間を作りました。그러면ホームグループ사명선언서안에는뭐가들어있느냐このホームグループの使命宣言書には何が入っているでしょうかホームグループ의목적ホームグループ의핵심사업선언그리고가치를반영하는행동선언이들어가야됩니다このホームグループの宣言書は目的、革新、事業宣言と価値を反映した行動宣言が入っていなければなりません。簡単に말하면은、ホームグループが갖고싶은것、해야할것、이루고싶은것들이들어가야된다는말이죠。簡単に言えば、得たいもの、したいこと、なりたいものが入っています。이걸우리가グローバル언어로 have, do, be 라고합니다。これを私たちが英語で have, do, be と言います。다같이따라해봅시다 Have, do, be. 言ってみましょう。Have, do, be. Have, do, be. Have, do, be. Yeah. Have 는그홈그룹이가져야하는것을말하는것이고 Do 는홈그룹이해야될일을말하는것이고 Be 는그렇게됐을때홈그룹이어떻게되느냐하는것을말하는것입니다ハブというのはホームグループが持つべきものにならなければならないものは何かを表し、Do というのはそのためにしなければならないことは何か、また Be というのはホームグループを通して何を成就したいのか、何になりたいのかということが含まれています。あ、俺、通訳참잘합니다、그지요ナンバーワン通訳입니다。그래서、이ホームグループは혼자만드는것이아니고、メンバー들이같이만드는것이좋습니다。ホームグループはホームグループのこれは一人で作るものではなくホームグループのメンバーたちと共に作ることが好ましいです。さあ、그럼여러분지금이걸보면서연필하고종이를준비하십시오。皆さんこれを見ながら今鉛筆とか紙とか筆記用具を準備できますか？왜냐하면지금사명서만드는연습을하기때문에그렇습니다。なぜならこの使命宣言書の作成の練習を今からするからです。네。자준비하시면서들으십시오연필하고종이를준비하시면서이기억을믿으면서듣고세요여러분들이만든홈그룹에서아니면만든홈그룹에서얻고싶은것이무엇입니까皆さんが作るホームグループ作ったホームグループの中で得たいものとは何でしょうか여러분홈그룹안에꼭있어야되는것이무엇인지한번적어보세요ホームグループの中で必ずなければならないことは何なのか少し書いてみてください。たくさん書いてみてください。え、이거는유형적인것도있고무형적인것도있습니다。これは有形的なものもあれば無形的なこともあると思います。적어보세요。書いてみてください。만약내가적는다면은私が書くとすれば、ホームグループのセンターが꼭필요하다。ホームグループのセンターが必ず必要だ。ホームグループ적어도우리가적어도12명의리더들이꼭필요하다少なくてもホームグループに12人のリーダーが必要だホームグループへ자리부리해서사업하는것도필요할것이다ホームグループをよく運営するために事業することも必要だ이건저의케이스입니다제생각하는거예요여러분도생각하시기바랍니다これは私の考えです皆さん考えてみてください그리고정말로참사랑이있어서가족보다더진한사랑이필요하다そして、また、この、誠の愛によって、誠の愛が必要だ。유형적인것도있고、무형적인것도있다、이말이에요。이렇게。このように、有形的なこともあれば、無形的なものもあります。계속적어보세요。많을수록좋아요。書
書いてみてください。多い方がいいです。 자, 이제 그 적은 것들 중에서 다섯 개만 뽑아보세요. 다섯 개만 선택해보세요. それでは書いたものの中から5つだけ選択してみてください。 자, 이것이 이제 have에 관한 것입니다. have に関するものですね。 자, 그 다음에 우리는 다음에 우리 홈그룹에서 무엇을 해야 되는지를 적습니다. その次にそのホームグループで何をしようとしているのか、したいことは何なのかを書いてみます。 여러분 홈그룹에서 꼭 해야 되는 것이 뭐냐 하는 것 do에 해당되는 겁니다. 홈그룹で必ずしたいことは何なのか do に該当することになります。 네, 이것 때문에 여러분 홈그룹의 존재 이유나 가치가 나타나는 것이에요. ここでホームグループの存在理由と価値が現れます。 자, 또 적어봅니다. さあ書いてみましょう。 그 다음에 다음에는 B에 해당되는 겁니다. 그럼 B에 해당되는 겁니다. 그럼 그렇게 그걸 갖고 하다 보니까 우리는 어떤 홈그룹이 되느냐? そのようなものを書いてみて、皆さん、あなたのホームグループはどのようなホームグループになりたいでしょうか? 잘 생각이 안 나면은 열심히 잘하는 홈그룹에서 그 홈그룹처럼 되고 싶다. 이것도 괜찮습니다. あまりこう案が出てこなければ、よく頑張っているホームグループとかを想像して似ていきたいホームグループとかでも大丈夫です。 그래서 have to be가 중요한 것입니다. Have to be가 중요になります。 자, 이제 여러분들은 얻고 싶은 것, 하고 싶은 것, 되고 싶은 것을 적었습니까? 得たいもの、したいこと、なりたい姿など書いてみたでしょうか? 네, 그것으로 간단한 문장을 만드는 겁니다. それで簡単な文章を作ってみます。 지금 우리가 하는 이것은 일본에 있는 대기업이나 아주 성공한 그룹들은 거의 다 알고 있는 내용들입니다. 私たちがやっているこれは日本にある大企業や大きなその会社とかはみんな知っている内容です。 우리가 사실은 우리 가정에서 자녀들을 교육할 때 이렇게 교육을 시켰어야 자녀들의 큰 리더가 되는 겁니다. 私たちが家庭の中で子女たちにこのように教育をしていけば、この子女たちがリーダーとなっていくことができます。 네, 그래서 여러분 교회에서는 여러분 구역에서 여러분들 이걸 만들어서 사명선언서 발표 대회 같은 거 하면 얼마나 좋겠습니까? 네, 교회の教会や区域で作っていきながら この使命宣言書の発表大会などやってみるのもいかがでしょうか? 그리고 새롭게 축복받은 사람도 자기가 앞으로 인생을 어떻게 살겠다는 사명서를 만들어서 식구들 앞에 발표하게 하면 얼마나 좋겠습니까? そして新しく導かれた連動された方々も自分がこの祝福を受けてどのようになっていきたいかなどの使命宣言書とかも作って、식구の前で発表してみるのもいかがでしょうか? 제가 그 한 예로 천문대학교 교수생활하면서 실제 이 경험을 했습니다. その一つの例として私が孫文大学の教授生活をしながらこのようなことを体験しました。 저는 孫文대학교에 하나님이 없다고 하는 나라에서 온 중국 학생들을 특별히 만나서 홈그룹을 만들었습니다. これは神様はいないという中国の学生たちを伝道しホームグループを作った話です。 그래서 GLD라는 것은 Global Leaders of Dream, 꿈의 글로벌 리더라고 하는 그런 이름을 만들었습니다. GLD とは Global Leaders of Dream という名前です。 그래서 한국어로 공부하는 중국 애들에게 GLD라고 하는 홈그룹의 멤버라고 우리가 계속 얘기해 주는 겁니다. なので、この韓国語を学びに来た中国の学生たちに皆さんは GLD の学生だということをずっと言ってきました。 그래서 간단하게 사명선언서를 만들었는데 어떻게 만들었느냐? 우리는 원리와 말씀을 중심 삼고 천일국의 셀 리더가 되어서 천일국 건설과 세계 평화를 위해서 1200명의 글로벌 리더를 만들 것이다. 이것이 사명 선언서였습니다. 私たちGLDのホームグループの使命宣言書を簡単に作ってみたのですが、その内容が私たちは原理と御言葉を中心とし、天地国のセルリーダーとなり、天地国建設と世界平和のために2200名のグローバルリーダーを作りますという使命宣言書を作りました。 그래서 그렇게 실제적으로 작업을 하니까 내가 선문대학에 있으면서 12쌍이 학생으로서 12쌍이 중국
일본, 중국, 한국 이런 스타일로 해서 축복을 받아서 그들이 지금 손주까지 나와서 지금 번식했습니다. 그런데 この メンバーの中で12カップル以上を祝福に導き、中国、日本、中国、韓国などのカップルを作っていきながら、今この人たちは孫まで。대학교에서이렇게이런작업을하다보니까그들이사회나가서도교회에서도지도자가되고사회에기업체가서도지도자가되는이런모습을보고제가정말로많이놀랐습니다그래서이렇게やってきたのでこの人たちは社会に出てもリーダーとなっていっているのでその姿を見て私は本当に驚きました그래서나자신은내사명선언서를만들었습니다그런데私自身も使命宣言書を作りました그래서내가여러분들하고함께지금공부하는것도결국나의사명중에이세상전체앞에서적어도1200명의리더들을만드는작업을지금나는하고있는겁니다그래서나도지금여러분들과함께이런공부를하고있는이유는이1200명의리더를만드는작업을지금나는하고있는겁니다오늘도여러분들과함께이런공부를하고있는겁니다오늘도여러분들과함께이런공부를하고있는겁니다오늘도여러분구글이라든가또는이런데들어가보면다나와있습니다왜나는내사명을선포했기때문입니다기레용환의시명선언서というのは Google などで検索してみたらそれもすべて出てきますなぜかといえばそれは私が全体に公言しているからです기레용환너지뭐하고있느냐기레용환은今何をしているのか나는지금천유국건설을위해서1200명의나와같은지도자를만들고있습니다이것이답입니다私は今電池庫建設のために1200名のようなリーダーを育てているというのが私の答えです。여러분동의하십니까皆さん同意されますか신정맥을자기를중심삼고자기와같은사람들을만들어가야되는것입니다신시록메시아の人たちは自分と似たような方たちを作っていかなければなりません그리고사명선언서외에도우리는홈그룹하면서언약서를만들필요가있습니다そして使命宣言書以外にもこの約束書みたいなものを作成する必要があります。이언약서는사명사항은좀다릅니다。この約束書というのは使命宣言書とはちょっと違います。ホームグループ식구들간의약속과같은것이언약서입니다。ホームグループの식구の間で約束をするようなものです。예를들자면나는시간을꼭지킨다。ホームグループ시에는폰을끈다。뭐이런것들이적혀있는것이ホームグループ하면서언약서입니다。例えば時間を守るだとか、ホームグループの時には携帯の電源を切っておくなどというのが約束書になります。그래서우리가예배를볼때는가정명서를꼭하고경배라고예배하는것처럼여러분홈그룹할때도홈그룹안에서사명선언서하고그다음에언약서를같이읽어야됩니다なので礼拝の時に私たちが가정명서を書はしてから礼拝を行っていきますが、ホームグループの報告会の時にも同じように使命宣言書と約束書を共に読みながら始めていくのが良いでしょう。네기억하십시오사명선언서처럼우리들이지켜야될언약서도중요하다네覚えてください使命宣言書と同じように私たちの約束を作る約束書というのも重要だ그다음에또뭐가필요하냐면요 VIP 카드가필요합니다そして他に何が必要かといえばこのような VIP 카드が必要です VIP 는 Very Important Person 이라고해가지고대단히중요한이런사람들내가전도할대상들을VIP 로봐야됩니다 VIP というのは Very Important Person 自分が伝道する対象者のことを言います그리고여러분아침마다기도할때여러분들의 VIP 카드를방석위에얹고또는가슴에품고그들이빨리축복받고교회들어오기를기도해야됩니다なので皆さんが起きて朝祈祷する時などその前に起きながらそれを持って早く教会に入会し祝福を受けてくれるようにと祈らなければいけません네지금까지우리는사명서언약서 VIP 카드를만들어야된다고했습니다今まで使命宣言書約束書 VIP 카드の作成について共有いたしました그런데정말로정말로중요한게있습니다とても重要な内容があります그는각자개인이실천공행보고서를만드는것입니다それは各自が実践休校報告書を作ることです일기와같은것이죠日記のようなものです。저는이핸드폰안에실천공행보고서가들어있습니다。私はこの携帯の中に実践休校報告書が入っています。매일매일마다자기의
어떤 생활을 어떻게 하느냐 하는 점수를 만들어 가지고 적는 그런 생활의 체크리스트 같은 것입니다. 毎日自身がこう生活をしていきながら1日の点数をつけて自分の生活のチェックリストのようなものです。 여러분 교과서 안에 자세한 내용이 들어 있습니다. 皆さんがお持ちになっている教科書の中に詳しい内容が出ています。 매일매일 자신의 생활 점수를 정화 점수를 만들어서 거기다 기록하면서 느낌을 적는 거죠. 매일 その 자신의 생활의 점수를 つけていきながら 예, 이것이 모아지면은 자서전이 됩니다. 그래가 아즈마레바 지조된となります. 나는 10년 동안에 쓴 그 내용들이 다 이 폰 안에 들어기 때문에 자서전 만들려면 어렵지 않을 것 같습니다. なので私はこの10年間分がこの携帯の中に入っているので、自助伝を作ることも難しくはないと思います。 자, 그리고 우리는 홈그룹 하는 사람들은 홈그룹 활동 보고서를 꼭 만들어야 됩니다. 最後にホームグループを行う方たちはホームグループ活動報告書を必ず作らなければなりません。 여러분들이 홈그룹 보고서를 만들어서 보관하고 위로도 보내고 그 다음에 새롭게 홈그룹 만든 사람한테 그걸 보여줄 수 있어야 여러분들이 처음에 홈그룹도 잘 되고 또 보고도 잘 되는 겁니다. 홈그룹 報告書を作った上で提出し、それを新しく始める方たちにも共有していきながら運営すればホームグループというものがよく循環していきます。 지금까지 우리는 위에서 시킨 대로 해왔지만은 이제는 천복 가정교회를 만들어야 되기 때문에 우리 스스로가 교회장이 될 수 있는 그 터반을 지금 만들고 얘기하는 것입니다. 今まではこう言われたことをそのままやってきたかと思いますが、これからは皆さんが店舗家庭教会の教会長となるために、このようなことを行っていかなければなりません。 여러분, 우리가 이런 것들을 잘 운영해야 됩니다. 皆さん、私たちがこういうこのようなことをよく運営していかなければいけません。 이거를 잘 하기 위해서 홈그룹 안에서 각자 책임을 맡아가지고 오늘 한 것들에 대한 체크를 해야 될 것입니다. このようなことを遂行するためにもホームグループの中で各自担当する役割を作りながらチェックしていかなければならないでしょう。 특별히 일본 같이 전 세계를 이끌어나가는 귀한 곳에서는 이것이 정말로 필요합니다. 日本のようにこの全世界を引っ張っていく国にはこのような内容が本当に必要です。 여러분 이거 끝나고 난 다음에 공부하면서 여러분 정말 구역마다 가정 소위 말하자면은 사명서를 만들어서 같이 발표하고 얘기하고 또 이런 얘기들이 정말로 정말로 번식 것을 다음 시간에 제가 듣고 싶습니다. このような内容を皆さんが勉強し終わってから区域や家庭の中で指名宣言書を作り次回の授業などでこのような報告を聞いていきたいなと思っています。 다음 시간 우리가 이런 사명서와 모든 보고서를 쓰면서 어떻게 우리가 정화정성을 잘해야 될 것인가 하는 것에 대해서 우리가 공부를 할 次の授業の内容はこのような内容を持って私たちがどのように浄化生成を行っていくかという内容について勉強していく予定です。 여러분들 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。 네, 좋은 말씀 해주신 길영환 교수님께 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 言葉をくださいました。길영환 교수님、大きな拍手をお願いいたします。 네, 저희 바로 첫 발표를 듣도록 할 건데요. それでは最初の発表に移っていきます。 네, 큰 박수로 일지구 타마 동경교구 하치오지 가정교회 타이 가정을 모시겠습니다. それでは一地区の八王子家庭、多摩東京教区八王子家庭教会の再家庭をお迎えしていこうと思います。 네, 제가 드리겠습니다. パワーポイントはこちらで表示いたします。こんにちは。 36万総規制祝福の斉と申します。 よろしいでしょうか。全部ずっと。 よろしいですか? どうぞ。はい、どうぞ。はい、こんにちは。 36万総規制祝福家庭の斉と申します。よろしくお願いいたします。心身浄化生成と三位機大の教えに出会い、その実践の中で3組の祝福家庭を作ることができました。さらに今月の教区の祝福式には
姉2人が霊肉祝福を受けてくれることになった証をさせていただきます。私の家庭は4年前に地区の新士族メシア家庭協会として認定していただき、家庭協会として地域集会などを行い、伝道活動をしてきました。しかし、思うように進めることができませんでした。そのような時、心身浄化生成と三位一体の教えに出会いました。新士族メシア外部伝道をしようとしたら、これしかないと思いました。一番重要なことが、私が気づいて悔い改め改善し、天の父母様の前に誇れる私に変わること、自己伝道であり、周りの人の手本になるような夫婦、家庭になること、内部伝道であると悟りました。そのために2つの三位一体を作りました。そのために2つの三位一体を作り、心身浄化生成360の私を実践し、毎週1回我が家に集まり報告会をすることがとっても重要になっています。三位一体の一つは信仰の指導を持つ家庭同士の三位一体、もう一つは家族の三位一体です。最初の信仰の指導を持つ家庭同士の三位一体は、各家庭の家庭内での関係性を改善するために作りました。それぞれの家庭が同じような問題を抱える中で、家族の傷、自分の傷に気づき、悔い改め、関係性を改善できてきています。しかし、まだ私たちの心の傷が整理できていない中での歩みは、時には挫折し、マンネリ化します。その時には、専属の講師の島本先生に講義をしていただいたり、報告会に入っていただき、心境の整理をしていただき、決意と覚悟を新たに出発しています。2つ目の家族の三位一体は、士族の三体験復帰のために作りました。親、兄弟、子ども、霊の子、霊の孫を復帰できる兆しが見えてきています。ところで私は、30年のリウマチの授業もあり、今後2年の間に心配して、お嫁さんは食料手伝ってくれたり、私たちを喜ばせてあげると、孫を連れてきてくれるようになりました。心身浄化生成のためと感謝しています。そのような中で3組の祝福関係を作ることができました。まず1組目は16万修練会にも参加した婦人で、私と同じくリウマチが悪化し来れなくなっていた方です。毎月私たち夫婦で訪問し書写をしていただく中で元気になり、毎月の書写会に参加できるまでになりました。ご主人も奥さんに勧められて、いやいや受けた健康診断で、がんが見つかり、早期だったため、奇跡的に簡単な手術で完治することができました。このような恵みの中で、勧められるままに祝福を受けてくれました。奥さんは長年の夢が叶い、本当に感謝しています。2組目の祝福は、教会を離れていた霊の孫です。御言葉を学び、祝福を受けたいと頑張ってきましたが、思うように進みませんでした。それでも自らの姿勢を正し、チョンピョン40州に3回参加して臨みましたが、うまくいかず、傷ついてしまい、教会を離れてしまっていました。私の家に来て、何度も足を踏む中で、それは親との関係の中で傷ついていた心が癒えていないことに気づきました。それは私自身の子供に対する悔い改めでもありました。共に多くの涙を流しました。少しずつ心を開くようになり、交際している男性を連れてくるようになりました。
家族のような雰囲気の中で教会で結婚式をするという理由で祝福を受けてくれました。今は家庭教会に月 1,2 回は足を運び、島本講師に原理講義をしていただいていますが、仕事優先の彼にはなかなか御言葉が入りません。それでも彼女は私たち夫婦のように礼拝に一緒に参加できる夫婦になりたいと、聖誓を立てながら先祖解怨430代8家を目指して頑張っています。そして今妹も勉強に来ています。3組目の祝福は礼の孫です。我が家で何度か集会をする中で、宣教地である南米との国際祝福を決意しました。そして今年2月にボリビアの方と祝福を受けることができました。祝福式後初めて日本に来た時には、三味機台のメンバーで2人をお迎えし祝賀会をしました。来年は日本で家庭出発しますので、家族として迎えていきたいと思います。最後に少しだけ一回りも違う2人の姉たちのお話をします。兄弟の復帰、士族の復帰を願い、特に姉たちとは親のお墓参りをし、その後は私の家で食事会をしています。姉たちは長年反対してきましたが、今は私の母のように心配してくれます。先日、姉たちに信仰のことでは今まで嫌な思いをさせたことを謝り、親のようにしてくれる姉に恩返しをしたいと祝福の話をしたら、喜んで受けてくれることになりました。母が見守ってくれ、そして430代のご先祖様が守り導いているのを感じ、感謝しています。まだまだ証しできるような実態にはなっていませんが、この内容は書が書かれて実践し、家庭にそして地域に定着させていきたいと思っています。どうもありがとうございました。네, 좋은 말씀 해주신 사이 가정에게 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 素晴らしい 아가씨 をしてくださいました. 사이 가정에 큰 박수 お願いします. 네, 그러면 지영원 교수님을 모시고 바로 피드백을 듣도록 하겠습니다. それでは 교수가 피드백을 受けていきたいと思います. 정말로 감사합니다. 本当に ありがとうございました. 홈 그룹을 통해서 실적이 나타난 가정의 보고였습니다. ホームグループを通して実績の現れた家庭の報告でした。 제가 일본에서 여러 군데서 많이 강의를 했습니다만은 제가 일본のいろんなところでたくさん講義をしてまいりましたが 그 강의로 끝나지 않고 계속 실천을 하는 데는 분명히 이렇게 실적이 나타난다는 것을 제가 알게 되었습니다. その講義だけで終わるのではなく、それを実践することを通して実績が現れていくんだということを感じました。 그리고 실질적으로 우리가 공부한 것처럼 현재 지금 그 믿음의 삼위 기대, 믿음의 아들 삼위 기대, 또 가족 삼위 기대 이거를 갖다 만들어 간다는 것이 참 멋집니다. 가인 아벨 삼위 기대가 있다는 거죠. 今この昔の話を聞きましたが、このようにホームグループを2つ作って行っているのはとても素晴らしい内容、カインとアベルのグループを作って行っているのはとても素晴らしい内容だということを感じました。 참모님께서도 우리 그 아벨 소위 말하자면 한번 그 교회를 하려면은 가인 교회가 성공해야지 아벨 교회가 성공한다 이런 말씀을 해 주셨어요. 아버지의 오토사마모 가인 교회가 성공했다면 아벨의 홈도 성공한다는 이야기를 했습니다. 말씀대로 잘 실천하고 있는 것입니다. 미코토바 통리니 잘 실천されていますね. 이렇게 홈부를 통해서 사람이 전도돼 들어온다고 하는 것은 여기서는 진짜 하늘 부모님의 성령 역사가 있게 되는 것입니다. このようにホームグループを通していろんな人が入ってくるというのは天の父母様のその聖霊の役事があったということです。 그러니까 지금 현재 류마티스가 그렇게 오래된 류마티스가 있는 것도 홍급을 통해서 상당히 완화되고 성령의 치유가 나온다는 거죠. 나가된 この患っていたリウマチもこのホームグループを通して良くなっていったという内容もありましたね. 예, 그리고 홈그룹 안에서 가장 핵심 지금까지 우리가 공부해왔던 이
훈독, 심신, 정화 정석을 열심히 한 그룹이기도 합니다. そのホームグループの中で今まで勉強してきましたが、ホームグループの中で一番革新である心身浄化生成を本当に生成を尽くしてやられてきたんだということを感じました。 현재 우리가 일본에서 그 교회 나오다가 이제 밖으로 나간 사람들을 교회 안에 다시 데려오기가 쉽지 않습니다. 私たちの教会から外に出ていった人たちをまたこの教会に戻すというのはとても簡単なことではありません。 그러나 그 사람들을 교회 가기 전에 일단은 홈그룹 안에 포함해서 사랑과 뜨거운 정을 주면서 가족처럼 맞이하고 난 다음에 그 다음 단계가 교회를 갈 수 있는 이런 코스를 만들어야 됩니다. しかしそのような人たちを教会に連れていく前にホームグループに招待して温かい愛情とその関心を持って対してあげてからこの教会に連れていくというそのようなコースができなければなりません。 우리가 요즘에 우리가 보면은 무조건 전도하면 교회를 들어가서 원리 강의를 듣게 합니다. 私たちは無条件に教会に連れてきて原理講義をするように聞くようにさせますね。 근데 제가 연구해 본 결과 바로 오자마자 교회를 데려가서 하는 것은 참 극히 남아진 사람이 적은데 홈그룹이나 교회 가기 전에 이런 아주 튼튼한 가족관계를 맺고 난 다음에 그 다음에 교회에 들어가면 그 사람들의 살아남을 확률이 상당히 많아진다고 뭐 이런 연구가 나옵니다. 연구 결과가 있는데요. 来て すぐに原理講義を聞かせた方は最後まで残っている確率が低いんですが、教会に連れていく前にホームグループなどに連れてきて温かい愛情とその家族のような関係を持ってから教会につながった方は残っている。 교회에 대活동している 方々が 수가 結果が出ています. 그래서 이렇게 들어온 사람들은 교회에서 더 열심히 하고 축복 활동이라든가 헌금 활동도 더 열심히 한다는 증거가 나오고 있지 않습니까? なのでこのように入ってきた方々は祝福活動や献金活動も本当によく頑張っているという結果が出ています. 또 고마운 것은 이런 가정들을 위해서 특별히 교회에서 그들을 교육시키고 훈련시키는 사람이 또 있다고 하는 이 전문적인 사람이 있다는 것이 얼마나 중요한 것인지. そしてもっとありがたいことはその教会にその専門の先生がいてくださるということがどれだけありがたいかということです。 이런 가정들이 삽니다. 살아납니다. この家庭が生き残ります。 우리가 뜻길 가도 너무나 힘들고 지친 사람들이 주변에 너무나 많습니다. この家庭が本当に疲れてしまう方々が私たちの周りにも多いかと思います。 예, 우리가 가정끼리 모여서 이걸 서로 위로하고 눈물 흘리고 기도하고 정성 드리는 가운데서 지금 이런 실적이 나타나고 이제 새로 들어온 사람들도 430가정을 완성을 하고 그 다음에 종적인 것도 탐감해 나가는 것도 잘한다고 하는 걸 볼 때 앞으로 우리가 계속적으로 이걸 지켜보면서 우리도 홈그룹을 빨리 시작을 해서 정착하겠다는 생각하면서 오늘 너무나 고마운 감사한 이 피드백을 마치겠습니다. 네요나 家庭を通して見た時に本当に新しく入ってきた方々も430勝利に向けて進んでいるという内容もありますし、本当に私たちがこのような内容にもう一度関心を持ちながら、この短い感謝のフィードバックを置いていきたいと思います。 여러분 가운데 이 과정에 지금 성장하면서 작업한 사람들이니까 질문할 것이 많이 있을 거니까 질문 한번 해보시기 바랍니다. 네, 혹시 사이 가정에게 질문 있으신 분 계신가요? 언뮤트하고 바로 질문하시면 됩니다. 사이 가정에 질문할 분 계신가요? 언뮤트하고 바로 질문하시면 됩니다. 네, 질문 나올 때까지 기다리겠습니다. 질문 하세요. 네. 하세요. 네, 질문하세요. 소속과 교회 얘기해 주시고. 소속과 교회요, 소신님,お願いします. 네, 竹之塚 가정교회의 이토と申します. 質問ですけれども、週1回家庭に集まって浄化生成とされているというふうに今伺いましたが、
具体的に、はい、毎週どのような形でされていたんでしょうか。教えていただけたらと思います。はい、そうですね、報告会の前に今はもう一度島本先生という専属の先生がいらっしゃいますので、心身浄化先生の勉強を再度していただいて、そして、はい、その後に皆さんの1週間の中で、自己指名書とあと360条を書いた中での感想ですとか、そういうことを発表し合って報告しています。はい、わかりました。パーフェクトですね。パーフェクトです。教えられている通りに学んでいる通り実践されているということが分かりました。ありがとうございました。質問間に合いましょう。質問たくさんしてください。質問ではないんですけど、今のサイさんのお話でボリビア人の、はい、南米のボリビア人の、はい、人と祝福を受けたと言いましたけど、はい、私は渋谷の南、渋谷教会所属してですけど、今南米のボリビアにおりますので、はい、今の話を聞いて、実は私が伝道した例の孫が、はい、あなたの孫さんの、はい、例の孫さんと祝福されたマリセラさんです、はい、写真を見てびっくり仰天して、わあ、サイさんとお近づきになれるな、嬉しいなと思いました。ありがとうございました。質問ではないですけど、じっくり仰天しました。ボリビアは夜中の3時です。よろしくお願いします。手柄見だ、素晴らしいです。来年者はまずうちでお料理の勉強してもらって、いろいろ日本のことを少しでも教えられたらと思ってます。よろしくお願いします。今日本語を勉強させております。ああ、とてもいい子です。素直な、はい、ありがとうございます。일본에는이홈브루케이스가많이없기때문에질문을많이해주면좋습니다실제에대해서日本にはホームグループのこのケースがあまり多くないので、実際について皆さんがいろいろ質問してみた方がいいと思います。島本先生、でも知ってもいいですか。あ、チームに見た。はい、ここは石井東東京教区、武蔵野家庭教会です。先ほどキルマン教授から講話がありましたようにですね、指名書とか、はい、あと誓いの書とか。はい、あとこの報告書とかですね、あと信条2紙とかが重要ですけれども、それを立ててきた過程とか、まあ、大変簡単ではなかったと思うんですけれども、それをまあ簡単でこういうふうに立ててきて、今はどこまでまあ共有しているかに対して少し講話とですね合わせて説明があればありがたいなと思うし、もう一つ2つですね。もう2つ目は、先ほど、まあ、夫を復帰して祝福を受けました。そこを一緒に教会に礼拝に参加したいということで、まあ、先祖開運祝福に向かって頑張っていると聞いたんですけれども、そうするということは結局長距離献金も出るということですので、それがもし話ができれば、
発表できれば、家庭教会で例えば日本の場合は把握に使命が結構大きいので、そこを家庭教会で伝道して祝福させて、はい、先祖開運祝福に向けて献金が出るということは非常に大きいだと思うので、現場としてはそれに対してもし何か話があればありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、まあ、一番最初は360の私という、本当に自分を顧みないで任命を80年代からやってきましたけれども、本当に外的な意味であるということを本当に心身浄化聖書の御言葉を通して感じましたので、とにかく360の私を書き続けてやるのいます。そして、まあ、そういう中で自己指名書はやっぱり自分が本当にどうなりたいかっていう明確なことを360の私を書いている中に、私のこの明確な目標がこうできてきたことを書いて、毎月それを毎日読みながら、毎日自分で書いた自己指名書を読みながら、まだできていなければまた悔い改めて、またそれに向かってまた一日また成績を下げていくのですけれども、やはり本当に私たちってどうしてもこう自分のことっていうんですか、自己中心になりがちですので、本当に報告会でみんなに報告するっていうのがとってもみんなの前で報告してこうみんなに聞いてもらうっていうのがある意味では自分にとってはすごくこう実家からにはやろうっていうのがあるので、この報告会でみんなで報告し合うのがとっても大きいというふうに思います。ですから自己指名書があるんですけれども、自己指名書を本当にみんな持ちながら、私も360の認識とかを持ちながら必ず報告会はしています。まあ、あとは感謝日記とかも書いているんですけれども、そういう毎日の自分自身の生成っていうのが大事であるかなっていうふうに思います。そこの力になるのがとても三位時代の人たちの同じ、まあ、信仰の信条を持つ方々の共に歩む内容であると思います。あと、そして先導会議も頑張っている人なんですけれども、まあ、本当に祝福献金も納められて、その教会にそれでも祝福が決まらないとか、やっぱりお金に対する恨みですとか、いろんなものが本人の中であったんですけれども、でもそこの問題ではなくて、本当に親子の関係というのが問題だったっていうのは、本当にいろいろ聞く中で、家庭の中でいろんな家庭のことを聞きながら、そういう内容が分かりましたし、まあ、本当に島本先生もいつも来てくださいまして、家庭図トークもしてくださって、家庭図をこう聞いて、親との関係とかいろいろ聞いてくれてくれます。まあ、そういう中で、先祖解怨っていうのは、本当にやはり夫婦で立っていくことの大事さっていうのを本人が感じたので、私は先祖解怨をしたらいいというふうには言っていないです。先生も特にそういう講義とかではなかったですけれども、今もう大人の方120代までやっていますし、8で、まあ、奥さんの方はもう少しまだですけれども、とにかく本当に430で8とやろうと本人が本当に持ってきて、次の集会の時に持ってきてくれるっていう感じですので、愛を感じた分だけ、まあ、献金も解放もできるのかと思っています。答えになってないかもしれないです지금 그 주변에 게니치 주변에 그 사람들이 다 홈그룹 사람들입니까? 거기 많은 사람들이 모여 있는. 주변 마을에 있는 사람들은 홈그룹의 사람들입니까?
はい、そうです。はい、今日、サミキダイを。ここ、혹시남편도계십니까남편そこに旦那さんもいらっしゃいますかはい、主人も。主人も私もやっております。예예남편도소감을좀얘기해주시죠지금부인이저렇게하는것에대해서旦那さんも奥様がそう頑張られていることに対して何かお話をされていてされてみてください。あの共にあるのでまあ私はそうです。すみません。あ共にあるの中であの下道大グループ開催するときにですね、私はあのどちらかというと裏方でこう接待するという感じなんですけども、あとあのこの前あの遅刻を受けました若い人、若い夫婦についてはあのその、集会のときにですね、共に、うん、そこにいて会合していくという感じであります。우리저기그사이여사님께서는남편에대해서어떻게생각하고계십니까사이카테노고부진의方は旦那さんに対してどういうどう思われていますか本当に私が主人に対しては、あの体ももちろん不自由なこともあるんですけれども、本当に主人に対しては、一緒に住みますので、本当に大事な主人です。いや、あじ、고맙습니다。그러면、한분만질문을더받아보겠습니다。저는질문을많이했습니다。한분만。はい、ありがとうございました。それでは、もう一人だけ質問を受けていこうかと思います。ビデオに안들어온사람도괜찮습니다。질문하세요。ビデオに안들어왔는데。ビデオに表示されてなくても大丈夫です。質問してみてください。オーディオ하면됩니다。声のみでも大丈夫です。質問です。いいです。どうぞ。あの家庭集会三重教区の伝道部長北野と言います。家庭集会で先生に来てもらって教育をしているということですが、その、はい、教育というのは集会の中でしているんでしょうか、それとも集会とは別途教育しているんでしょうか、それともう一つその教育は今後も家庭集会でしていくでしょうか、それとも教会の方に出て行って教育する計画があるんでしょうか、その2点を教えてください。先生に名古屋の先生が来てますので名古屋先生からいいですか
このまま言う。はい。聞こえます。はい。まあ、家庭の中でですね、まあ、キル教授の今本がありますので、その本の内容を中心に反映させていただきます。ただそれをやはり、教義というか本の内容を、いかに自分自身に、自分の信仰生活に合わせた内容に展開して反映させていただきますね。だから、まあ、最初は不審ですので、それがあり、聞こえないですね。マイクロかね。中心それを7つの中間とかワクワク的なとみんなみんな地を作ってそれでお話をされてます。でその中にそれをずっとこの国家政策に行きたい、それをこの自分の生活の中にどうやって展開していくか、そういうような内容でお話しさせていただいています。で、結局最終的には自分自身が気づいて改善し、そして自分自身が成長すると同時に、最終的には新種族メシアですけども、新種族メシアする前に自分自身が成長、そして同時に家庭的メシアということをすごく家庭の中の関係性をいかにして修正していくか、一つにしていくか、そのあたりをすごく意識しています。やはり家庭的メシアが土台があって新種族メシアですから、最後はここで、ここの家庭に新しい人、再起をつなげます。で、ここで信頼関係を作って最終的には教会の原理と障害ルーティンにつなげます。でも最後はやはり家庭集会で信頼関係を作れるようにしていきます。そのためには新しい人も再起も家庭問題が投げますから、先に来た私たちアベルケンが自分自身が気づいて改善する、そして同時に自分自身の傷、あるいは家族の中の傷、そういうふうなものが家族の中の傷の治癒、整理していかないと、自分たちが家庭の問題は整理しないで新種族メシアに行きませんので、種族メシアする前に自分たちの家庭の問題、夫婦の問題、子供の問題、自分の親の問題、自分の兄弟、そういうふうな傷をやはり整理していく、そういうふうな指導をさせていただいて、それをずっと法話して、そして皆さんの報告を聞きながら、その報告の中でアドバイスさせていただいていることをアドバイスして、自分自身の、気づいていくこと、改善していくこと、それが家庭の中に連結すること、その土台で、やはり種族メシアまで行くという、こういうふうなことをさせていただいています。まあ、具体的に言うとなかなか、ちょっと時間かかるんだけど、結論はそういうことをさせていただきます。よろしいでしょうか。難しいです。だからこういう、こういう資料を、まあ、自分でいろいろキル教授の本をずっともう10回も20回も読みました、私は。キル教授が書いた本を10回、20回読み、7つの習慣も10回、20回読み。だから、キル教授の本当に7つの習慣、そしてワクワクセミナー、でも根本は原理講論です。原理講論の三大祝福、そういうふうなものをこの資料に作って、もう一回最初から。ですから、指名書も個人と家庭とグループありますから、最終的には個人の指名書を作って、そしてそれを自分で作ったら自分で管理していくという、こういうことを全部やっています。これをオンラインで説明するのはちょっと難しいですけども、まあそういうことです。説明難しいと思いますけど、はい、以上です。よろしいでしょうか。で、あと좋은답변을해주셨습니다。とても良い答えでした。역시그교회는그시마모토선생님같은분이계셨기때문에계속적으로또진행이됐다고보고요。
その教科は島本先生のような方がいらっしゃるので、これからも続いていくことと思います。じゃあ、これ、참어머님께서는요、인재양성과미래에대한젊은사람들에대한비전이큽니다。誠のお母様は、人材の養成と未来の若者たちに対するビジョンがとても大きいです。여러분、지금우리와같이공부하고있는것은리더스쿨2입니다、2。私たちが勉強しているのはリーダースクールの2です。リードスクール3에는코칭리더십이있습니다。リーダースクールの3にはコーチングリーダース、コーチングリーダースクール。リードスクール。あ、コーチングリーダースクールがあります。이건뭐냐하면요、앞으로우리들이예전에해왔던스타일로가면안되고、스타일이바뀌어져야된다는거예요、스타일이。これが何かといえば、今まで私たちがやってきた通りにやるのではなくて、私たちがスタイルを変えていかなければいけません。여러분、제가지금질문하는데도、あっか、약5分이지나서질문이나왔습니다。皆さん、私が先ほど質問したときも、約5分ぐらい経ってから質問が出てきました。지금까지우리의리더십은、따라가는ファロー였지、リーダーが아니었다는거예요、쉽게말하자면。今まで私たちがやってきたことは従っていくのみであってリーダーではなかったということです。근데신종종메시아는어떤형태인지리더입니다리더。新種族メシアはどういう形態かといえばリーダーです。リーダー、네。자기안에있는하늘부모님의소리를듣고함께공유할수있는리더기때문에이것되기위한수련과교육을우리가또받아야됩니다。自分の中にいる天の父母様とこう会話をしてやっていくことになるので私たちがまたそのスクールを受けていかなければいけません。우리의미래를바라보자면은우리는예전의스타일을좀버리고새로운기원절이후의스타일로나갈수있어야된다는것때문에앞으로그래야우리가또꿈이있고비전이있는거죠私たちが기원절이후의그비전에向かって進んでいかなければならないということです우리들의자녀라든가2세들이떠나버린후에우리는의미가없어집니다私たちの2世だとかその若い子たちがこう出て行ってしまったら私たちに未来はありません。그런교육이실천되어지고실행되어져야되는데그틀이바뀌지않고서는이것이되지않죠その教育の枠というものが変わっていかなければツールというものが変わっていかなければいけません。그래서비록인원이100몇명밖에되지않지만은이걸듣는여러분들부터중심이되어서교회교구로퍼져나가기를일본협회에서는바라고있더라고요なので今ここ100人しか参加してはいませんが、この参加している皆さんが教会や教区にどんどん広がっていくことを日本の本部は願っています。日本같은데서는교회나그다음에부인부장이나또는이그구역장의어떤지시나또는이거없이스스로한다는건무척어려운걸내가너무잘알고있습니다。日本はこう責任者たちの言うことを聞かずに自分自身でやっていくということがとても難しいということを私はよく知っています。그래서잘못된그룹이나타나서거기에사람이많아지면그건또우리로부터멀어져가게됩니다그런데もし間違ったグループができてしまってそこが増えてしまえばその人たちは出ていってしまいます그런파워나힘이강한쪽이있기때문에우리를끌어가는거죠そのような強い力があるので私たちはそこに引っ張られていってしまうのです지금우리는무슨힘이강합니까私たちには何の力が今強いでしょうか지금간증을하는저싸이가정같은곳에서는자기몸이아파서정말류마티스힘들죠아파서그렇지만정화성들이고360개를써서내가누군가를계속가속울퍼대면서이런내가어떻게살아야될까하다보니까는하는행동이나오는거예요사과때에는사기의証도ありましたが本当に류마티스という病気は体が痛くてとても大変ですがそのようなことを乗り越えて先生を尽くして心身浄化先生を行っていく中で多くの人に尽くしていってそれでまた大きな力を得ています。그래서조금아까질문한질문도교육과이런것들이어떻게되어진다는것을질문한것으로알고있습니다조금아까질문하신분도앞으로이교육과이런것들이어떻게되어가고있는가를질문한것으로내가알아요なのでさっきの質問された方もこの教育がこれからどうなっていくのかということを質問されたかと思います예앞으로이강의를듣는교회나식구님들은그룹을만들어서우리는이렇게교육을하고이렇게하고있다고하는것을일본협회에도올라갈수있도록교구로올라갈수있도록이런시스템이구축되기를바래서세계본부에서이런일을하는것입니다그래서지금여러분께서질문이앞서ありましたけれども今これを聞いている方たちが本当にこのグループを作ってこういう活動をしているんだという報告をこう本部に
上げていくことができるように世界本部でこのような授業を行っています。그래서제가이거를들은사람들은수료증을준다고까지얘기를했어요수료증을준다고이걸제대로마친사람은수료증수료증아これを終えた方々が수료증もらうことができます예그래서일단처음에듣는사람들이이걸잘하셔가지고팀을만들어서공동체를만들어서사명선언서를만들고이런작업을하는것이여러분들이해야될일들입니다그래서이授業を受けた方々は팀을作って共同体を作って指名宣言書を作ってそのことを広げていくことが皆さんの使命になります。예그럼다음번발표하실분발표하실분하십니까와지금발표하나갔다아네다음발표전에먼저사회과정하고길요한교수님께다시한번큰박수부탁드리겠습니다지금발표자는많이사회과정에서길요한교수님께박수부탁드립니다네그러면마지막발표일지구동가나가와교구요코스카가정교회가발표하시겠습니다큰박수모시겠습니다次は東神奈川教区横須賀家庭教会の報告になります。大きな拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、神奈川教区、西神奈川教区横須賀家庭教会の人に代わってですね、私第一地区伝道教育部長をやっております竹内が、報告をさせていただきます。東神奈川教区、横須賀教会においてはですね、教会長、キム・トンヒョン教会長の指導のもと、4年前から浄化生成三味機大を、推進してきました。もともと教会の体質が、先ほどもキル教授が言われていたように、言われてことを進める組織というものがこう日本には定着しておりましたので、コーチングスタイルという内容にすごく戸惑いを感じながら進まない日々が続いていました。証もなかなか少なく、スタッフも行っていない人が多くいたので、まずスタッフからやらなければいけないと思っていましたが、消極的でした。しかし、教会長がずっと諦めずに進めていく中、三味機大は現在18グループが行っているということです。その中でゲストを迎えているのが6グループ。当初、自分たちが主体的に決めていき、33グループまで作ったということです。コーチングスタイルで12名にすることを目標に始めました。そういう中で、第一地区では、1年半前から、毎月伝道一日研修会というのを毎月行うように、行う中で、三味機大の重要性や、シックの主体性と責任感というものを教育し、そして主導的コーチングの雰囲気を作ってきました。横須賀家庭教会も多くのシックが参加して、家庭を中心とした家庭集会、あるいは傾聴の文化、相手の課題は私の課題と捉えて、祝福家庭同士で協力し合って問題を解決するなど雰囲気が作られてきています。横須賀家庭教会では毎週ネット礼拝を今していますが、週1回は地域やグループで集まって礼拝を行っています。それぞれの地域やグループで、話し合い、自分たちで考えて工夫する積極性が、出てきて、文化もかなり、変わり、証も少しずつ出てきています。まあ、その中で証を一つ、皆さんにお伝えします。教会に来ていたゲストで、実践倫理の信仰を持ち責任者だったので、プライドや警戒感があり問題意識はありましたが、途中で来なくなることが何回かありましたと。そこでホームグループで去年から迎えていきましたと。なかなか本音を言いませんでしたが、シックの自宅だと安心するのか、気持ちは打ち明けてくれるようになりました。自助伝を渡して読んで書写するようにもなり、また友人の死をきっかけに人生とは何かを考えて週1回で学びたいと本人の意向で来ることになっています。現在は
婦人を中心として行っているんですけども、今後日曜日も開催して壮年や家庭で実践できるようにしていきたいと思っています。城下先生三味機台に合わせて、まあ、様々な良いものを共通したものを取り入れて、その教会に合った伝道活動を展開していけたらいいと思いますということであります。以上で報告を終わります。ありがとうございました。네정말감사합니다ありがとうございました。길리완교수님의피드백을듣도록하겠습니다네교회책임자가아주적극적으로지속적으로이렇게해나갔던것이좋은결과가나타난것같습니다교회의책임자가지속적으로적극적으로行ったことで良い結果が現れたのかと思います。자박경진전도부장님그럼앞으로의비전은어떻습니까박경진전도교회장これから先のビジョンはどういったものがありますか。この教会に対してですか。じゃなくて第一地区だけです。いや、ホームグループかいろんなで、ね、教会でそうじゃ。教会に対してです。教会に対して、横須賀教会はですね、教会長がずっとこれを推進しておりまして、ただなかなかですね、定着しきれない。どうしてもですね、神奈川教区というですね、昔からの、こう、本当に、アベルの言われたことだけしかしないというですね、雰囲気がすごく強いので、それをこういうホームグループ化して、そして、三味機台浄化生成という形で、今、新しい人たちを迎えることができるようにということで努力をしています。そして、これをですね、今後は、もちろん家庭集会ということなんですけども、礼拝の終わった後にこの集会ができるようにということで、月に1回それは やろうとしておりますし、あとは、今まではどちらかというと婦人の方々が中心だったんですけども、これを壮年の方々も入れて家族でこの、ホームグループを作って、やっていくことができたらいいかというふうに、考えているみたいです。地区としてはですね、この三味機台浄化生成とすごく似た内容をですね、やはりみんなワクワク、さっきも話が出ていましたけども、ワクワクセミナーもそうですし、あとは、家庭諸社会を通してこの三味機台を組んでですね、そしてそこにまずはシックの家庭を幸せにしてあげるということをみんなで考えながら、シックの機台を作った土台の上で、新しい人を迎えていくことができるようにということで、そういう文化自体を変えていこうと今、第一地区においては、地区長を中心としながらですね、啓蒙を繰り返して、今全体に今それを浸透させていってる、内容であります。特に、教会長や婦人代表の方々に、この良さを知っていただいてですね、モデル教会、こういうものを作って、そこから展開させていくことができるようにしていきたいというふうに思っています。以上です。で、고맙습니다。キーポイントが뭐냐하면은、キーポイントが何かといえば、조금아까도얘기했습니다만문화의변화라고하는얘기도했습니다。文化の変化ということです。지금현재이호흡그룹은어디까지나지시나명령스타일이아니고코칭스타일입니다호흡그룹은지시나명령とかではなく코칭스타일입니다많은지도자들이생각할때이런코칭으로어떻게섭리의뜻을이룰수있겠느냐는생각을많이갖습니다多くの指導者たちが考えるときにこのコーチングのスタイルでどのようにこのビジョンを成していくかということが考えられると思います그렇기때문에그냥위에서하라니까하지만은이거는실천가능성이없다라고생각하는사람도많이있을것입니다위에서야れと言われたからやるという内容ではこれが実際に必要かどうかわからない時もあるかと思います。한사람이나리더가지시해서명령해서얻어지는결과와코칭스타일로해서전부다그걸느껴서하는그결과는상당히다릅니다一人がこうやるとその指示に一人の指示に従ってやる結果と、多くの人がコーチングを通してやった結果というものはとても違うものが出てくるかと思います。
일본의 많은 조직들을 보면은 일본의 사회 조직도 마찬가지입니다만은 굉장히 명령과 지시 위주의 그런 조직이었어요. 日本の組織を、この社会の組織を見てもですけれども、本当にそういう指示とかの아직도 그런 조직이 남아 있죠. そういう組織がまだ今も残っているかと思います。 아직도 그런 조직이 남아 있습니다. そういう組織が残っています。 그러나 이 조직이 도전받고 있어요. ですが、この組織たちが 예를 들어서 우리 안에 이세들이 나오지 않고 교회를 포기하는 가장 큰 것들이 바로 이런 문화적 풍토도 있다고 봐야 됩니다. 교회의 그런 문제를 생각해 볼 때 2세들이 이 사회에 나가 있게 되거나 그런 것을 생각했을 때 내가 선배로서 어른으로서의 내 생각도 있지만은 상대방이 가지고 있는 생각에 대한 존중과 거기 안에도 하늘 부모님이 계시다는 이런 공유의 마음을 갖지 않고선 절대로 다른 사람을 리더에서 끌어나가기가 어려운 시대가 곧 옵니다. 相手のその中にある神様とかも受け入れていくことによってこれから発展していくそのような時がすぐに来るかと思います。 지금 교육 시스템도 그렇게 다 바뀌어가고 있습니다. 지금 교육 시스템도 そのように 変わっていっています。 바뀌지 않는 것이 문제예요. 변화하지 않는 것이 문제입니다. 変わらないことが 문제です。 그래서 이미 벌써 여러분 오늘 간증을 들었습니다만은 저렇게 스스로 바뀌는 것이 전달되어서 바뀌고 바뀌고 퍼져나가는 힘은 이것이 번식되면은 주체할 수 없이 표정이 번식된다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 自身からこう変わっていく、どん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 変わっていくものがこう広がっていった時に大きな力を発揮するということを皆さんは知らなければなりません。 생각해 보십시오. 신정정 메시아가 된다는 것은 숫자를 늘리고 일본의 많은 사람들이 정정 메시아 안에 들어온다는 건데 지금 현재 일본이 얼만큼 전도가 되고 있어요? 考えてみてください。 新種族メシアのこの数を増やしていくことを今こう言っていますけれども、 実際にその新種族メシアが日本にどれぐらいいるでしょうか。 우리가 걱정만 해서는 안 됩니다. 이제 큰 상처를 받기 전에 빨리 우리가 변화해야 됩니다. この心配だけをしていてはいけません。私たちが大きく変化していかなければならないです。 이럴 때 교회장들도 이런 코칭 스타일로 하기가 몹시 힘들고 부인부장도 힘들 겁니다만은 この 코칭 스타일で 進めるのは 교회의長も 부인부장たちも 大変かとは思いますけれども 이런 분들이 교회장이 되고 이런 분들이 부인부장이 돼가지고 그 도전을 갖다가 익히면서 하는 그런 그룹들이 빨리 나타나야 우리가 성공을 향해 갈 수 있고 내 안에 계신 하늘 부모님과 상대 안에 계신 하늘 부모님을 인정해주고 공유하는 그런 바람이 불 겁니다. こういう方たちが、こういう方たちが教会長夫人代表がこういう方たちがこのコーチングスタイルを通して自分の中にいる天の父母様と相手の中にいる天の父母様を大切にしていくそのようなものがどんどん広がっていかなければいけません。 도전하십시오. 도전하십시오. 도전해보세요. 우리의 인생을 어떻게 앞으로 끌고 나갈 겁니까? 私たちの人生をこれからどのように引っ張っていくのでしょうか? 여러분이 60을 바라보고 70을 바라보고 하는 인생에서 여러분이 무엇을 남길 겁니까? 여러분이 60세를 목전에 70세를 목전에 何を 남겨놓으시겠습니까? 여러분은 가족 3기대도 있고 믿음의 아들 3기대에 있어서 12이 되고 36가정이 되고 이렇게 해서 430가정을 만들어가는 것이 우리 일생의 목표입니다. 여러분이 3기대를 만들어가는 가정에 430가정을 승리하는 것이 우리의 인생의 목표입니다. 정적인 성공도, 정적 헌금 성공도, 행적인 신정배 성공 있어야 우리가 들어갈 수 있습니다. 주적인 성공과 도적인 성공이 있어서 신정배 메시아가 될 수가 있습니다. 일본 식구들은 분명히 할 수 있습니다. 저는 믿습니다. 일본의 식구들은 반드시 할 수 있습니다. 저는 믿습니다. 감사합니다. 다른 분 또 질문하시기 바랍니다. 감사합니다. 질문할 것 같아요. 질문해 주세요. 전도부장님니까 질문 많이 하십시오. 전도부장이기 때문에 질문 많이 해주세요. 비디오에 얼굴 안 나온 분도 괜찮아 얘기하세요. 이 얼굴이 비디오에 표시되어 있는 사람도 괜찮습니다. 상상해 보세요.
Like we can hear ya. I can not hear the. We can not hear. You remove this one. You can hear me? You remove this one. Okay. Hello. Good afternoon. I cannot hear. Konbanwa. Sumimasen. But I cannot hear what I'm talking. Okay. This question may be different, but I just want to know the witnessing style in Japan, how we can approach the VIPs. Because in my experience, in この質問というのは少し場が違うかもしれないんですけども、日本で VIP というのを伝道するスタイルというのは、私の経験で言うと、Yeah, because my experience in Philippines, we write letters, formal letters, and send to the VIPs, and then after sending letters, we call for follow-up. And then, for example, if we invite 100 VIPs, so among those 100, some will respond 50 that will come. フィリピンですと、例えば100人の VIP に一斉に手紙を送って、そしてその中の、まあ、例えば50人ぐらいがそこに対して返事をしてくれて。And then those who will respond, we all together the same. でそういった方々を一箇所に集めてこう講義とかをするようなことをそのフィリピンとかではやっています。And then, in my experience. まあ、そういった私はそういったことをやっています。And then among those 50 who responded, who attended the seminar,Of course, we cannot expect that all are positive, but from the positive, we choose, we follow up them. その50名ぐらい集まった VIP の中から、まあ、全ての人がそのポジティブっていうわけではないですけども、反応のいい人たちを集めて。So, in Japan, because I like to do that, I like to do that here, その VIP を伝道したいと思ってるんですけど but I'm just...hesitant because I'm asking if is there a letter we can do and we can invite but my husband said or others said that the style in Japan is different. そういうふうに、まあ、VIP に対して手紙を直接送って伝道するとかそういったことっていうのは、日本ではスタイルが違うと、まあ、あの夫にも言われるし教会でも言われるんですけれどもSo because I already visited two churches and I invited pastor, but I want that to gather these pastors and together seminar all together at once. But 今までいろんな教会を訪問して、その中の例えば二人の教会長さん、外のキリスト教会の教会長さんたちを招待したりとかして、その人たちを、まあ、本当は一箇所とかにこう招待して講義を聞いてもらったりしたいんですけれども。Yes, I hope that like that, that I can invite the Catholic Church priest because I have already contact priest and another pastor of church, but there is no, I don't know where I can bring them. カトリックの教会長さんとか他の、宗教の教会長さんとかと話をしていろいろコンタクトは取ってるんですけども、どういったところに招待をしてきて、伝道したらいいかということがAnd then I asked the staff of one staff in Seyakubil, the Reverend Nia. I forgot the issue that I want. How can I bring the pastors? But he said that the style here in Japan is different. We give one by one, one on one lecture.So, I don't know. まあ、多分宗教連合の、リーダーの方に相談をされたみたいな、相談をしたことがあるみたいなんですけれど、日本でたくさんこう一緒に連れてくるっていうのではなくて、日本のスタイルは違っていて、一人一人アプローチしていくっていうのが日本のスタイルだと言われました。Yeah, so I want to know what is really...The effective style in Japan. 日本でどういうのが本当に効果的なのか、効果的なやり方なのかということを知りたいんですけれども。Yeah.
ありがとうございます。すいません。あ、これは私が答えたらいいですか。あ、お願いします。そうですね。今いろんな、VIP にもですね、いろいろな人がいると思います。例えばその政治家にしても宗教家にしてもですね、いろんな方々いらっしゃると思うんですけども、まあ、基本的にはですね、日本はその雑多宗教っていうんでしょうかね、宗教においても一つの宗教を信じているっていう人がですね、それほどいらっしゃらないですね。あるいは政治家にしてもそうですし、まあ、キリスト教においてもですね、なかなかこう一部の人しか受け入れることができないという人たちも多くいると思います。せっかくこういうふうにして今このサイバーリーダースクールやってると思うんですけども、まあ、やはり基本はですね、家庭だと思うんですね。家庭にまず連れてきてあげるということが、家庭がどれだけその VIP と、信頼関係を結べるかっていうこともあると思います。あとはそのここで言うならば三密台の方々とそのリーダー、その VIP とどれだけ深い心情因縁を結べるか、こういうことがすごく大切だと思いますね。私も日野というところに住んでるんですけれども、日野のグループはですね、そういう人たちを連れて積極的に連れてきています。壮年がですね、市議会議員と仲良くなって、その市議会議員をこのグループに連れてきてですね、そして最初は本当に様々なお互いウィンウィンの関係でいろんなことを手伝ってあげ、あるいはこちらに呼んでいろいろな話を聞いたりとかもして、聞いたりとかしました。やはり傾聴の文化、聞く、私たちシックはですね、どうしても VIP あるいは外部の人を見るとですね、もう御言葉をどうしても先に聞かせたくなる、こういうふうに思うと思います。それは仕方がないと思うんですけども、ただそれは信頼関係があってその御言葉を聞かせてあげるのと、御言葉をいきなり聞かせるとのでは全然その先々が違うと思うんですね。だからまずは今いらっしゃるそのお二人夫婦なんてお名前でしたっけ、隼人さん夫婦、隼人さん夫婦とその VIP がどんな信頼関係があるのか、この信頼関係によってこの御言葉を聞かせてあげたらですね、その皆さんの夫婦の実態を見て、この内容は素晴らしい内容だなと、そしてそれがやがてご父母様のそういう活動につながっていくというふうに思いますね。でもしですね、仮にどこかでこけてしまっても皆さんの家庭とはつながることができる、まあ、そういうふうな家庭の基盤、あるいは三密台の基盤があると、どんなことがあったとしてもその信頼関係は失うことはないと思いますね。なのでまず最初はそのようにして家庭なり、あるいはそういう基台の中にその方々を連れてきてあげる、そして、いろいろな身近な話をしながらですね、信頼関係を結ぶっていうところから始めたらいいんじゃないかなと私は思いますね。どうでしょうか。あじゃあ좋은얘기해주셨습니다。とても良い話をしてくださいました。제가沖縄教区를몇번방문했습니다。私が沖縄教区を何度か訪問しました。그케이스는뭐냐하면은そのケースが何かといえば VIP 즉사회지도층에있는국회의원이나이런시의원이런사람들을만나는그런목적을갖고있습니다その VIP 国会議員だとか市議会議員とかに会うという目的がありました。 LGBT 문제동성애문제를깊게관여해서그문제의전문가가돼서처음에는국회의원들이나시의원들을가는데서들었습니다最初はその LGBT の問題でよく集まっていることが多かったんですけど、最初はその国会議員さんたちの言うことを聞きました。계속몇번씩가서듣는거예요。何度も行ってそれをずっと聞くんですね。그다음에그 VIP 하고신뢰관계가형성되죠그러면それを通して VIP と信頼関係が結ばれます。그럼또그쪽에서우리의소리를듣고싶어합니다무엇을원하는지そしたら向こう側が私たちが何を望んでいるかというのを聞きたくなる。상대중심에서서
행동을 했더니 결국 그 우리 안에 무엇을 얘기하고 싶고 듣고 싶고 그래서 거기서 LGBT 얘기를 하면서 의원들이 잘 모르는 거를 알게 하고 하다 보니까 연결돼 가지고 같은 목적을 향해서 나가는 이런 것들이 오키나와의 큰 발전을 갖고 왔습니다. 상대를 중심으로 その 행동을 했을 때 상대가 결국 자신たちが 무엇을 원하는가를 聞いてくれて そこで LGBT の話をして 同じ 목적을 持った 時に 여러분들 홍보를 만들 때도 여러분들 홍보를 만드는 오늘 사명선언서 이런 걸 왜 만들려고 하냐면 무엇을 위해서 홍보를 하는지를 확실히 알고 이웃에게 친근하게 다가가서 같이 조인하는 이런 작업을 하라는 거죠. 使命宣言書について話をしましたが 홍보グループを何のためにするのかという使命宣言書をしっかりと作って みんなで 목적을 持って 進んでいくために 오늘 授業を 行います. 당신들은 누구십니까? 물어볼 때 이런 뭐라고 얘기할 거예요? 皆さんは何者ですか? と 聞かれた時に 皆さんは何と答えますでしょうか? 그럴 때는 여러분 홈그룹의 사명과 목적과 가치 같은 걸 보여주면서 함께 할 수 있는 그런 입장이 될 수 있도록 분명히 하자는 거죠. その時に 홈그룹의 목적이라든가 가치라든가 しっかりと 伝えられるように しっかりと これを やっていこう ということです. 여러분이 지금 서사를 많이 하고 있는데 서사는 서사 목적이 뚜렷하지 않습니까? 여러분, 지금 서사를 하고 있습니다. 서사는 서사だけの 목적을 위해 모이는ではないですね. 제일 사람이 많이 모이는 게 여러분 일본의 서사입니다. 지금 많이 모이는 게 일본의 서사입니다. 서사는 서사의 목적이 있는 사람이 오기 때문에 그 이상 것을 원하지 않아요. 서사와 서사だけの ために 来ている 人たちが 集まるので, それ 이상의 ものを 望みません. 그럼 서사와 교회 사이에 다리가 하나 있어야 되는데 그런 다리의 목적을 만드는 것이 이런 홈그룹이라고 생각하면 됩니다. 서사와 교회와 서사의 사이에 橋가 ないといけないのですが、その橋を作るのがこのホームグループになっていきます. 여러분 이제 공부할 거지만 홈그룹은 하나만 있는 게 아니에요. 여러 가지 스타일의 낮은 곳부터 높은 곳까지 올라가는 홈그룹의 스타일이 많이 있습니다. 홈그룹은 1つだけではありません. 여러 스타일이 있습니다. 열린 홈그룹도 있고 닫힌 홈그룹도 있어요. 開いている 홈그룹도 있지만 閉まっている 홈그룹도 있습니다. 열린 홈그룹은 많은 사람들이 와서 들어도 다 괜찮은 거예요. 開けている 홈그룹은 여러 사람이 와서 그 이야기를 들어도 괜찮은 이야기입니다. 닫힌 홈그룹은 뭐냐면 전략과 작전을 짜는 거기 때문에 그거는 다른 사람이 들어오면 안 됩니다. 문을 닫혀있는 그룹은 전략이라든가 그런 걸 이야기하는데 다른 사람을 넣지 않습니다. 그래서 오늘 우리 공부한 것처럼 사명서 같은 걸 만들어서 홈그룹의 성격을 뚜렷하게 만들어라. なのでその今日学んだようにホームグループの使命宣言書をしっかりと作らなければいけません. 그리고 다음에는 심신 정화 정성에 대해서 공부하기 때문에 여러분들이 참 좋아하는 그런 프로라서 기대됩니다. 次の授業は心身浄化生成について皆さんが好きな部分かと思うのでとても期待しています. 네, 오늘 시간이 많이 됐네요. 아미 선생. 시간. 보다. 네. 정말 감사합니다. 그러면은 사회과정하고 전도교육 부장님께 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 사회과정과 第1課の 竹内 連動교육부장님 큰 박수 부탁드립니다. 네, 일단 교수님의 피드백도 되게 좋았고 오늘 질문하신 분들에게도 되게 감사하고 저희가 딱 4분 남았는데요. 공지사항은 미즈호 코디네이터를 통해서 전달할 거고 여러분 정말 주말인데 정말 수고 많으셨습니다. 여러분, 정말 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 수업에서 만나요. 감사합니다. 감사합니다. 사랑해요. 감사합니다. 감사합니다. 아, 사이가 좀 감사합니다. 사이가 때, 감사합니다. 감사합니다. 모두 감사합니다. 감사합니다.